皆様ごきげんよう。私は嵐というものでございます。好きなラーメンのトッピングは辛子高菜ですね。最近食べたラーメンは花月嵐の焼きラーメンです。よろしくお願いします。ただいまから逆ホラーゲーム月光妖怪を発射させていただきます。タイマースタートはですね、画面がまだ来ないな。はい、こちらの少女編を選択したタイミングになります。それでは早速3カウントで始めてまいりましょう。3、2、1、レッツホラー。さあ、月光妖怪、まずは少女編開始となります。月光妖怪はですね、先ほど言った通り逆ホラーゲームになります。カテゴリーはエニーパーセントですが、こちらはこの少女編と残り3つのチャプターを順番にクリアしていくというカテゴリーになっております。さあ、ストーリー展開されていますが、ある日の夜に満月の光を一緒に見ると心が溶けて混ざり合う、そんな逸話を確かめようと、このツンツン頭の少年は少女を、夜に、お誘いをします。まあ、ボーイが見つからなかった。で、少女はね、なんやかんや押し切られてしまったので、なんとか家を脱出しようとします。お母さんに見つかってしまいましたね。これは遅延行為です。許せませんね。いや、いくら親と言ってもね、タイムがちょっとね、大事な場面で、な妨害は許せませんね。なんやかんやあってね、親が寝たと思いますので、なんとか脱出していきましょう。ここはただただ、道なりに家を玄関の方に向かっていくだけです。別にやることないですが、今みたいに突っかかってしまうと若干タイムロスです。で、なんと、内側から鍵がかかってしまった。玄関に内側から鍵がかけられていたので鍵を取りに行きます。で、ここの場面で、先ほど行っていったダッシュボタンを押してしまうと入り口に戻されてしまいます。さあ、宝箱から鍵を入手して再び玄関に向かっていきます。ここで少女は胸騒ぎを覚えますが、そんなことしないでさっさと少年に会いに行ったらどうだっていう気持ちでいっぱいです。さあ、何か突然明かりがつきました。何ですか？怖いですね。さあ、雨が降ってきそうなので急いで行きたいところなんですが、見えない何かに妨害されています。怖い怖い怖い。なんだ。こんな怖い状況で、先ほどね、少年くんのことがとても心配なので急いで向かいましょう。さあ、橋を渡った先で、おっと、壺が一人でに割れた。どういうことなんだ。あっ、樽が、壺がどんどん割れていく。なんか後ろで物音がした気がする。何なんだ。なんか後ろで割れた音が、あ、ここは何も起きてないですね。あー、なんか近道が見えない何かに塞がれてしまったぞ。どういうことなんだ。これが一体どうなってしまうんだ。ですね。ここでだいぶ短縮を使っていますが、お察しのいい方はですね、このゲームがどういうゲームか、なんとなく分かったかもしれないし、分かんないかもしれないですね。で、詳しい概要は説明しますが、後ほど説明しますが、これが、逆ホラーのね、あ、いや、うまく語彙が出てこない。私が、喋り苦しんでる間に少女はなんとか、少年の待つ広場にやってきました。まあ、少年はどうやら寝ているのかな。回り込んでますね。で、少女はですね、先ほど起きた怪奇現象の数々を少年に話しながら好きに思いふけるのでした。月が綺麗ですね。今月の満月はいつ頃なんでしょうか。だいたい15日とかそのあたりに
満月になる印象ですが、マリアね、月に思いをふけるのもいいんじゃないでしょうか。さあ、ここでエンドロールが流れるので、Z キーなどを押して、機械飛ばしていきます。さあ、先ほど流れた文章ですが、少年と少女は泣き殻として見つかったようです。何があったんだろうな。では、続いてのチャプター、少年編に行きたいと思います。まだ終わりじゃないですよ。さあ、時が戻って、少年が少女を誘い出した理由がここで語られています。月の逸話など全く信じておらず、ただただ誰もいない空間で、あの子と二人っきりで話せたらなと思って少女をお誘いしたようです。へえ、青春だな。さあ、ここから少年態度のお話が展開されていきます。さあ、お家を出て、少女との待ち合わせに向かっていきます。少年の家はすぐ近くが広場なので、特に何も苦戦することないですね。さあ、少女はね、まだまだ来ていない様子なので、今頃お母さんに怒られてるんですかね。では先に、ここで月を見ながら待つことにしました。心が溶けていくように美しい月ですね。出るんだね。さあ、少年はいつの間にか寝て、おっと、体が変だ。なんだこの体は。ちょっとだ、いつもよりふわふわしてますね。ごめんなさい。さあ、少年の体から心が溶け出してしまいました。月の逸話は本当でした。さあ、少女がこんな姿になってはいけません。なんとか、阻止を、引き止めようと少女の家に向かいます。ちょっと操作がうまくいってない。ゲームの説明をね、説明の前に、今、ストーリーですね。ストーリー上では今、魔女と名乗る怪しい女から、私は未来予知ができるんだ。少女はお前みたいに心が溶け落ちてしまうぞっていう話をしております。ただし、その未来予知の結果は、心だけの存在になったお前なら変えられるかもしれないよと告げ口をして帰っていきます。で、こちらのゲームですが、RPG ツクール VXAce で制作されたフリーゲームとなっております。さあ、少女が家から出てくるのを目撃しましたが、少年の姿は見えていない様子。さあ、掴んでね、引き止めようとしますが、振り払われてしまいます。泣かないでね。さあ、時間稼ぎができれば雨で帰りそうだけどっていう話をしますが、今の少年にどんな時間稼ぎができるんだ。声は届かない。掴んでも振り払われてしまう。いや、何もできないようですね。しな。おっと、焼けクソで壊した壺に驚きましたね。なんかいける気がしてきましたね。ということで、ここからが逆ホラー開幕となりますが、その前にですね、ここで逆ホラーのチュートリアルが入ります。これをしっかり飛ばしていきましょう。ということで、始まってみましょう。いきますよ。レッツホラー。さあ、こちらですね。樽や壺を倉庫場の容量で押すことができます。そして、画面左下ですね。クリアまでの目標値、が書かれています。これスコアですね。これを、右下の目標値まで左下の目標値まで稼ぐことがこちらのゲームの目的となっております。で、少女が一歩歩くごとにこの数値が1加算されていきます。そして1回驚くと10秒、そうですね、これ10秒の単数値ですね。
10秒加算されて、さらに連続で驚かせると20、50と増えていきます。で今ちょっとねグリッチを使用しました。このグリッチの詳細は後ほどで、壺や樽はですね、この少女の周りにある赤い円の範囲で破壊しないと音に気づいてもらえません。まあ、ただし先ほど使用したグリッチなどを使用するとうまく円の範囲外でも驚いてくれるっていう寸断ですね。で、こちらのオルゴールなど、あと先ほどのねピアノなどはこの円の範囲にかかわらず驚いてくれる大きな音が鳴るオブジェクトですね。さあただいまね、目標の数値まで稼ぐことができたので無事クリアとなりました。雨が降ってきましたね。ちょっとねゲームのシステムが一気にややこしいようですが、まあ単純に言うとですね、ホラーゲームでよくあるジャンプスケアを自分でやろうというゲームでございます。まあこんなバンバン鳴らされたら逆に怖くなくなるわという意見もあるかもしれませんが、多分私は実際にこの場に遭遇したらとてもビビり散らかすと思っております。さあ少女はね雨で帰ってきました。そんな中少年の体いや心は雨に溶け出していくのでした。はい、ということで少年編以上になります。さあここでまたエンドロールが流れるのでしっかり早送りして飛ばしていきましょう。明るくエピローグがここで入ります。エピローグっていうわけでもないか。翌日ですね。はい、去年が待つ公園のところに来ましたが、少女の声は少年の心には届いていない様子でした。最後にですね、先ほど行ったホラーパートのリザルトが出てきます。これがスコアですね。基本的に B ランクを目指していきます。まあ A ランクになっても大幅なロスにはならないかなと思いますが、なるべく C ランクにだけはならないように気をつけます。 C ランクはクリアできてないっていう証ですね。では続いてのチャプター、いたずら編に入っていきます。クリアできてないと先ほどのねパズルパートをやり直しになってしまいますので、絶対クリアまでのノルマはたとえ遅くなってもクリアしていくようにしていきたいところです。さあいたずら編入ってまいりましたが、少年生きてました。雨に誘拐してスライムのような姿になってしまいました。そんな姿を見た魔女から月光妖怪という名称をいただきました。タイトル回収ですね。ああ雨に誘拐して妖怪になっちゃったといったところでしょうかね。はい、で少年は魔女から、誰にも見つからない透明の体になったのだから町の人たちにいたずらしたらどうだと提案され、少年はねまだまだお子様なのでその誘いに乗ってしまうのでした。あとなんかね自由な姿になれるタイプのスライムだったようですね。ではでは、まず最初のいたずらのターゲットはデートに遅刻しそうな男の人ですね。あーそっか、デートか。じゃあね、無事遅刻させてやりましょうか。
さて、ここで再びチュートリアルが入るので、これもちゃんと飛ばしていきましょう。では、いきますよ。レッツホラー。さあ、ここは、順番に壺を破壊して、まっすぐ、あ、これ届かないんじゃない？ちょっと今。で、連続で驚かせると、このスコアの加算が早いと同時にですね、早いじゃないな。たくさんスコアが加算されるのと同時に、硬直がキャンセルされます。そしてここでグリッチです。本来ですね、この赤い円の範囲内でしか驚かない、タレやツボを破壊しても驚かないんですが、大きな音が鳴るオブジェクトを鳴らした上でタレやツボを遠くで破壊すると、この円の範囲外なのにもかかわらず驚いてくれるというグリッチです。原理は不明ですが、まあ判定が残ってるんでしょうね。さあ、ここまでのマップはもうあとは放置してればクリアできるはずなので、飛ばしていきます。無事クリアですね。さあ、デートの男無事遅刻しましたね。いやー、素晴らしい。あー、でもなんか嬉しそうですね。そっか、よかったね。先ほどのホラーパートのリザルトが B ランクですね。ここうまくやるとですね、ノルマぴったりでクリアもできたりしますが、まあ無理してノルマぴったりでクリアする必要はないです。誤差レベルですね。ここまでタイムには影響ないです。さて、続いてのいたずらのターゲットはおじいちゃんですね。レッツホラー。さあ、あのおじいちゃんはどうやら3210なんかのお店のセールに向かうようなので、こんな感じで脅かして、そうですね、セールに間に合わないようにしてやりましょう。しかし、この町の人たち律儀にね、音が鳴った方を調べてくるんですね。その調べる時間がRTA 上では厄介なので、なるべく硬直が発生しないように回っていきます。ここは樽や壺を所定の位置に配置してぐるぐるさせるとクリアになります。さあ、無事セールに間に合わなかったおじいちゃん、だいぶショックを受けてますね。あ、でもなんかセールがそこまでよろしくないセールだったようですね。あまり安くならなかったそうです。帰ってよかったわいと言って帰っていきますが、本当によかったんでしょうか。まあ少年くんがね、気持ちよさそうにしてるので、よしとしましょう。さあ、こちらも B ランクですね。ああ、翌日か何かかな。いたずらしないでゆっくり過ごそうとか言ってたら、遅刻しそうな女の子に惹かれたので、復讐してやりましょう。あ、レッツホラー。ここの樽を入り口に、あ、じゃない、出口ギリギリまで運んで、あの女の子が出口まで近づいてきたら破壊します。すると硬直がキャンセルされながら次のマップに移動してくれます。こんな感じですね。驚いたものを加算しつつ次のマップに移動するので早いって感じですね。ゲアまであと37秒ですね。1足りない、そんな。くす、あー、やらかし、あー、そうだ、その数値足りないか、そっか、あー、ノルマを下げて一回失敗するとですね、ノルマを下げて続きはやりますかとか、とてもね、屈辱的なことを言われます。
いやちょっとね、この前走った時も同じミスをしてましたね。ノルマを100下げたので、もう失敗することはないです。あーやっちゃったか。練習そうなんだよな。うん、直前でここのラップだけ練習したんですけどね、その時は大丈夫だったんですけどね。気持ちいい、あれかな、ピアノがあるマップの樽の配置が良くなかったかな。早く割りすぎましたね。もうちょっと遅かったら歩数を一歩だけ稼げてたんじゃないかな。女の子は遅刻したと思いきや学校が休校だったようです、少年は嬉しそうですが、僕はそうでもないですね。だいぶテンションが落ち込み始めていますが、次のいたずらの対象は、お店に窃盗を働こうとしている悪ガキですね。本当に良くないので懲らしめてやりましょう。先ほどのミスの怒りも彼にぶつけて、レッツホラー言い忘れましたね。ちなみに、このね、少年とか、あと先ほどのね、女の子の声は、先ほどのあれですね、学校に行こうとした女の子の声ですね。あれは全部制作者のタチさんの声です。ちょっとこれ足りないんじゃない？本当はうまくいくと、ここは放置で進めるはずなんですが、先ほどのミスを引きずってアドリブルートを走っております。良くないですね、これは。良くない流れですね。ああ、悪ガキくんは無事窃盗を働くことなく帰っていきましたね。純粋にいいことしましたね。なんかちょっとリアルで怪奇現象が起こってるんじゃないかなっていうぐらい、いろいろとミスをしております。不安だ。さあ、続いてのターゲットはですね、ピアノのお稽古から逃げ出してしまった、なんかすごそうなお屋敷のお嬢様ですね。では行きましょう。レッツホラー。ここ所定の配置に、ちょっと待って、所定の配置にできないぞ。ちょっと待って、操作がままならない。まずいぞ。大丈夫かな。ただいま月光妖怪を走っております。これガンを鳴らして、で出口付近までこいつを運んだので、ギリギリで破壊します。クリアまで9歩なので、あとはね、待つだけで大丈夫です。まあ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 、まあ、大丈夫でしょう。最初のセットアップがうまくいってなかったけれど、まあまあまあクリアしてるんでね、大丈夫だと思います。失敗するよりは早いので大丈夫です。そうです、こう言ってね、自分の気持ちを落ち着けます。さあ、お嬢様はまだまだ逃げているので、驚かせてまいりましょう。レッツホラーです。さあ、動揺がだいぶ来てますが、ここはですね、現段階だった、こちらな、次のマップな、ここはまだ大丈夫です。あ、ちょっと待って。そっか、ですね、先ほどね、グリッチをしようとし、グリッチをね、行おうとして失敗しました。失敗するとですね、コンボが繋がらず先に進んでしまいます。オルゴールを鳴らして待機、
出てきたタイミングで破壊すると、なぜか驚いてくれるっていうのを一発でやりたかったですね。大丈夫だ、まだ致命傷ですんで。ちなみにですね、先ほどからこの驚かせる人たちすごい勢いで動いてますが、これは倍速ボタンを押しっぱなしにして動作させています。あれ待って、嘘でしょ、クリアしてない。え、ちょっと待って、嘘ちょっと待って、嘘、そんなことある。あれ今のはクリアしてない、嘘、そんな、お見苦しいところをひたすら見せてる。ちょっと待って、いや、あれおかしいな、あれおかしいな、それは大丈夫なんじゃ、あれ何か足りなかったっけ。いや、あれ、なんか怖いな。これはこのミスはしたことがない気がする。あれ、クリアしてると思ってるとも怖い。これは EST は割と余裕を持っているはずなので、ここからさらにミスを重ねなければ間に合うと思いますが、メンタルをやられています。大丈夫かな。そっか。やっぱり C ランクですね。こんな C ランクを見ることは久々かもしれない。大変お見苦しいところをお見せしていますが、ここからはミスなく進むと祈っています。祈ってください。このゲーム乱数は存在しませんんです。ほら、ですね、ここの樽を破壊して 3,2,1 のカウントダウンが始まったタイミングでこのクマちゃんを井戸に落とすと、なんと綺麗にカウンボーがつながるんですね。素晴らしい。よし、今のところ大丈夫だぞ。酒瓶をここに投げて、反対側の迷宮の中に瓶を投げ込み、迷宮の奥まで行かないように途中で音を鳴らして足止めします。ピアノを鳴らしてグリッチを使用します。出てきた瞬間に壺を破壊すると驚いてくれます。コンボがつながります。大丈夫、成功してる、成功してます。今のところは大丈夫そう。大丈夫、ここで多分24歩歩くから、24歩も歩かなかったな。あとはここ放置でクリアになります。よかったよかった。まだまだね、油断はできないですが、とりあえずは一安心です。これでお嬢様ね、走りを止めました。お嬢様のメンタルも僕のメンタルももうボロボロですね。お嬢様はね、執事に綺麗を浴びて、綺麗を詫びて、またピアノ頑張ってみると、執事に伝えるのでした。よかったね。僕の気持ちはあまり良くないんだけど、イラストね、とても可愛らしいですね。喋りたかったことも、喋らなきゃいけないことも飛んでる気がする。ここでまたね、エンドロールが入ります。ちゃんと飛ばしていきましょう。飛ばさないとね、この1枚目全部ちゃんと見れるんですが、 RTA はね、RTA はもちろん見ることはありません。
久々に B ランクの文字を見た気がしますね。さあ、これにていたずら編終了です。さて、次はラストチャプター、再開編に行きたいと思います。さあ、ここでちょっとですね、ケチャップというか、そうですね、なんか赤い液体の表現が苦手な方は若干目を伏せましょう。あースペインのトマト祭りなのかな。トマト祭りってスペインだって。ではね、余談ですが、こちらのタイトルで、SRE9 というスペイン圏のイベントで、こちらの月光妖怪を披露させたことがありますというか、そうですね、先日披露させていただきました。もしね、よろしければね、そちらのアーカイブもね、見ていただけたらなと思います。ジャパニーズリストリームがね、披露されて、配信されてましたので、もしね、ご興味あれば。まあ、ストーリーの話をじゃあ、触れましょうか。先ほど流れた光景は、どうやら魔女の予知夢だ、予知夢というか、未来予知ですね。だったようで、この運命を変えられるのは心の力と、ぼそっとつぶやいておきましたね。一方、その頃、って感じですかね。ああ、かわいいな。な。メンタルをこれで回復していきたい所存であります。ああ、近くにいるのに、なんか、もどかしい思いを感じている少年くん。とぼとぼと、お家に帰ってもいいのか。どこに帰るかわかりませんが、帰っていきます。この帰り道の途中で、おばさまたちが何か話しております。どうやらこの壺と樽だらけの町に女性だけを狙う殺人事件が起こってる様子。そんな話をしてる中、とても怪しい男がおばさまたちの目の前に。怪しい。とても怪しいぞ。そんな怪しい男は、ここらで美しい女はいないかとおばさまたちに問います。おばさまたちは犯人だと確信して逃げようとし、トマトをぶつけられちゃいしまいましたね。相変わらずタレとツバがありますが、そんな中、少女がこのヤバそうな、自称吸血鬼の男に見つかってしまいました。うわ、テレポート能力持ってるなんて、勝てるわけがない。あれ、なんか驚いてくれましたね。なんとかなりそうな気がしてました。少女をですね、あいつを少女に近づけさせないために、ただいまの、始まって、ホラーパート始まってはいります。レッツホラーですね。ここも特にやることは変わりません。いるのは分かっている。いるのは分かっている。律儀に驚いてくれます。ここでタール破壊して3、2、1のカウントダウンが始まったタイミングでまたクマちゃんを井戸に落とすと、クマが井戸の底に落ちて音が鳴ってコンボがつながります。ここのコンボがつながらなかったからリカバリールートに入ります。ちょっと余計に物を破壊します。隠れても無駄だ。何、遅いですが、失敗するよりはね、マシという感じでしょうか。ね、先ほどね、3番失敗してましたからね。さあ、律儀に驚いてくれたおかげで少女を見失った吸血鬼。しかし、あいつを倒さない限り、あいつを倒さないとどうにもなりません。あいつの吸血鬼の倒し方を知っている魔女から、太陽の光が出る朝まで少女を守り続けろと言われます。少年のね、疲労が心配ですが、
無事朝まで守り通せることができるのでしょうか。ということで、引き続き吸血鬼を脅かしてまいりましょう。いきましょう。ベストホラー。さあ、ここですね、個人的に見どころというか得意なステージとなっております。ここを破壊して、ちょっとゆっくり歩いてもらって樽を破壊で、あそこまで行ったらオルゴールを鳴らします。ちょっと硬直が発生したかな。オルガン鳴らしてグリッチを使用します。出てきた瞬間に壺破壊で、で、ここの壺とここの酒瓶を鳴らす。これで63に、すみません、スコアが63になったんで、あとはこのカードに壺を入れて破壊して、あとは樽を壊せばクリアになるはずです。よし、今度は1足りた。よかった。無事に脅かす、ね、無事クリアできすることができましたが、朝まで守り通すことに不安を覚えている少年くん、大丈夫かな。僕のね、操作精度もいろいろ不安がありますが、きっと大丈夫。 EST に間に合う。ということで、レッツホラー。さあ、ここですね、クリアまでのノルマがとても高いです。かつ、正直ですね、ここはまだルートが極まっておりません。多分短縮ルートがいくらでも見つかりますが、なんとですね、こちらのゲーム私しか走っていないため、研究が全く進んでおりません。追走してくれる方ね、いらっしゃいましたら嬉しいな。硬直を回避しつつ破壊していきます。ただですね、あまりにも早く破壊すると なぜか驚いてくれないっていうケースがあったりするので、そうですね、ちょっと止まったタイミングで破壊するといい感じです。多少の硬直を発生させながら壊すって感じですね。で、先ほどからチラチラやってるんですが、この男というか驚かせる対象が出てくるタイミング、出てくる前に、こんな感じですね。前に、壺や樽を入り口付近で破壊すると、赤い円とか登場してなくても登場してすぐ驚いてくれるっていう仕様なのかバグなのか分かりませんが、というのがあります。もちろんこれは、大きな音が鳴るオブジェクトでも同様です。それを利用してグリッチを発動させてるわけですね。さて、ストーリーの方はですね、いつもの広場に吸血鬼がやってきて、満月の月の光を浴びて、心が体から溶け落ちてしまいました。なんだこいつということで、心が溶け落ちてアルティメット吸血鬼さんになりました。この姿ではもう太陽の光では倒すことができなくなってしまいました。まあ、なんかね、魔女にとどめを刺そうとするしようとしますが、なんか少女に石を投げられて少女の方に向かっていきます。あれ、でも心だけの存在はその目には見えないのでは。どういうことなんだろうな。まあ、それは置いといて、少年は、少女を諦めきれないので、なんとか方法を考えながら、あいつの足止めを再びやっていきます。さあ、あと2マップというか、あと2回、ホラーパートをクリアしたら
あります。トップが近づきます。では行きましょう。レッツホラーです。といってもですね、ターゲットになったからといって、驚かないわけではありません。律儀に驚いて律儀に止まってくれます。意外といい人かもしれませんね。いい人には、ね、お花畑の中に入り込んでもらいましょうか。ふざけるなとか言ってますが、驚いてくれるんですよね。しかもこちらの姿は見えていない様子。どういうことなんだろう。ゴールゴールのとこまで来たのを確認して、オルガンを鳴らして、同様に一歩ずつ確実に踏みしめてもらいます。さあ、究極生命体じゃないや、アルティメット吸血鬼になったのにもかかわらず、少年の姿は見えず、おまけに少女に見つかっている。これはですね、どうやら吸血鬼には心なんて詰まってなくて、詰まってるのは人間の血液だけだったというだけだったと魔女は語ります。なんてかわいそうなことを言うんだ。そして、あいつの体をこの後来る、記録的な豪雨にぶつけてやれば、血もろとも全部洗い流してしまえるかもと告げます。もちろんそれは少年もただでは済まないかもしれませんが、あの子を守るためだったら、自分の身はどうなっても構わないと少年は覚悟を決めて最後の戦いに向かうのでした。さあ、ノルマはぴったり400です。ノルマぴったりクリアですね。素晴らしい。先ほどのミスが嘘のよう。初めからこういうことしたかったですね。悲しいな。では行きましょう。ラストマップです。レッツホラー。さあ、ノルマまで。ノルマがですね、線です。とても長いですが、多分なんとかなります。なんとかしないと困ります。936ですね。変なミスをしなければなんとかなるはずです。なんとかなるはずなんです。そうですね、なんとかなるって言いながらね、ミスしたことがね、何度もあるので気をつけたいですね。で、余談ですが、今までのステージと比べてこいつの歩行スピードが上がっていますが、そもそもですね、私は先ほどからずっと倍速ボタンを押しっぱなしで動作させているので、あまり効果がありません。まあ、初見プレイだと割とですね、苦戦するんですが、まあ、慣れてしまったら、ね、どういったこともないですね。軽くこのゲームのやり込み要素の話をしていただきましょうか。このゲームのクリア後、仕事編というチャプターが解禁されます。こちらはですね、なんか、これらのパズルパートを何度も挑戦できるほか、追加のパズルパート、パズルというかホラーパートが遊べたり、あとですね、このアルティメット吸血鬼じゃ なんて目じゃないほどの難易度を誇る裏ボスに挑戦できたりもしますので、もしね、よろしければこちらのね、高評価遊んでみてはいかがでしょうか。また改めてね、詳しく宣伝させていただきます。ここでグリッチが失敗したけれど、まあ多分大丈夫。100以下だったらとりあえず何とかあります。本当はうまくいくと、ここ最後のこのね、マップは放置でクリアできたりもするんですが、残念ながら放置でクリアはできませんでしたが、まあね、失敗するよりはマシということで。雨、豪雨が降ってきましたね。彼の体は溶けていますいきます。嫌だーと断末魔を上げて、ドロドロと溶けていきました。一方、少年は魔女が回ってくれましたね。よかったね。さあ、こっからはね、ひたすらストーリーを連打して飛ばしていきます。見えないはずの少年に少女は語りかけています。少女が差し出した手を少年が握ると、
と少年の姿が見えるようになったようです。久しぶりといったところで、いたずら編じゃない、再開編のエンドロールが入ります。さあ、タイマーストップ、間もなくです。この後ですね、先ほどのラストステージのリザルトが表示された後に表示される、ジエンドの文字が表示されたタイミングでタイマーストップになります。タイマーストップのご準備、よろしくお願いします。この後ですね、表示されきって、ランクは B ランクで、はい、ここでタイマーストップです。記録は44分かな ?45 分ぐらいですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。いやー、そうですね、完走した感想は、ちょっとね、中盤ね、いたずら編のタイミングで、ね、ランク C というかランク C を連発するミスを見せしてしまい、かなり動揺してさらに別のねミスを誘発してしまうという結果に不甲斐ない結果をね見せてしまいまして、大変失礼いたしました。自己ベストはですね42分と30秒ぐらいだったかな。なので今2分強ほどロスが発生した感じでしょうか。まあまあ EST9 終わっただけ良かったと思います。ではですね、軽く宣伝ですが、こちら月光妖怪フリーゲームとなっております。で、先ほどね披露させていただいたこの4つのチャプターの他に、先ほどね軽く触れた仕事編というチャプターがございます。先ほど言った通り、この少年編から再開編までのパズルパートのほか、追加のパズルパートが、6つぐらいかな?収録、6つ?もっとあるかな?ある程度収録されております。また、やったら難易度の高い裏ボスや、あとですね、各パズルパートを練習する、何度もね、同じ部分だけ練習できたり、っていう場面、という、練習モードもございます。他にもですね、なんか、いろんなマップを探索して、ひたすら街の人を驚かすっていう、ストレス解消にぴったりのパートとかもございますので、もしよろしければ、こちらも遊んでみてください。こちら、月光妖怪は、Windows PC 専用のフリーゲームですが、ね、フリームというサイトで配布されているほかですね、検索していただくと、ブラウザ版も表示、が検索結果に出てくると思います。このブラウザ版は、スマートフォンや他のね、Mac とか他の OS でも遊べると思いますので、もしね、Windows の PC 持ってないよという方ありましおりましたらですね、そちらのブラウザ版で遊んでいただいてもいいかなと思います。またですね、こちら月光妖怪、なんと書籍化しております。こちらもね、もしご興味あれば ご購入して読んでいただけたらなと思います。ところでしょうか。最後にですね、私、いろんなね、この月光妖怪含め、レーシングピッチとかいろんなね、フリーゲームを遊んだり遊ばなかったりしておりますので、もしね、ご興味あればフォローの方をしていただけると嬉しいです。では、トンカソン3続いてが最後のタイトルです。最後のタイトルはドンキーコングトロピカルフリー、ドンキーコングトロピカルフリーズになります。最後までこのイベントを楽しんでまいりましょう。では私はこの辺でおいとまさせていただきます。ただいまの時間まで私嵐が担当いたしました。ありがとうございました。